ちょっと後で地球の内部構造もね、さっきは小見さんがね、パッと当初のやつを見せていただいたんですけども、ああいうところを例にちょっと考えてみることもしてみたいと思います。それから昨日から何回も見てるんですけど、いろんな資料あるんですけども、地学基礎としては、ちょっと数字少しずつ違ってきますけど、そうですね、大体今までが、ね、10分の1ぐらいの、何回か4分の1ぐらいの、ね、生徒さんが取ってくれてるっていう形になっています。ちなみに大阪府なんですけども、理科の昨日どなたやったかな、聞いてびっくりしたんですけど、結構大阪取ってるみたいなんですね。それでもね、こうやって見ていただくと分かると思うんですけど、科学や生物の4分の1ぐらいしか採用ないんですね。ちなみにこの前の年、大阪4名と5名、大阪は最後 G 判定っていうんです、採用試験の高校の、4名か5名取ったんですけど、実は春に教壇だった1名だけでした。でもう某、知事さんになってから、大阪府の待遇の悪いこと、以前でしたら大阪府は他府県と両方報告して大阪府みんな来てくれてたんですけど、ここ数年どんどん見られて、でただちょっとだけ戻りました。おかげで今度は5名採用されたみたいです。出席の皆さんはお気づきの通りなんですけど、地学基礎増えたのがいいんですけど、大阪でも退職されるというか、定員あるいは退職される先生方より採用が少ないので、どんどん減ってます。ですからやっぱり地学基礎の授業というのは物理科学生物の先生が担当する場合が増えてきたんじゃないか、そのことも念頭に置きながらちょっと見ていきたいと思います。で昨日から出てて、それから僕が言ったことは、地学基礎で、ね、地学学ぶのが増えればいいことやっていうふうになってるんですけど、いいことだけかって言ったら、昨日から出てるように地学基礎の内容、それから現場での取り上げ方、教え方っていうのにやっぱり工夫がいいんじゃないかなというふうに思ってます。で先ほど言いました地球の内部構造の例なんです。まず、小木さんも言ってありましたけど、本文の筆がものすごく少なくなりました。でほとんどが発展へ持っていかれました。例えばちょっと尺の尺って申し訳ないんですけど、実際の授業の展開どうしてるかっていうことなんですけど、僕は子供らに大概聞くんですけど、地球内部どないして調べると思うって、実際に掘るって言い合うんですよね。で、すぐに掘ることに限界があるんでちょっと伝わられへんでっていう話したら、例えば彼女にプレゼントを持った時、君は中身どないして想像するって言って、ね、日本人は奥ゆかしから人が飽きませんね、そういう話をしながら、そしたら先生重さやって言うんですね。でそれを本当に重さだって聞いてます。彼らは密度を実は感じているのに重さだって言ってます。で密度っていうことなんかもそういったところから出してきて、あるいはスイカが甘いか密度か、これあかんですね、最近みんな切って売ってるんで、そういうところに話をするんです。昔は八百万の兄ちゃんがこうやってあれ何聞いてたか分かるかっていう話をする。でこんなことから、中を音がどないですか。でまさか地球を調べるからというウルトラマンみたいなでかいやつを耳当てて叩くわけにいかへんので、地球の前で何してるやろっていうことで地震かなと。で、そういうことをずっとやっていったり、あるいはちょっともう走りたいんですけども、今の教科書一部は宇宙とか地球から入ってまいりますので、太陽系の繊維とかからいくと、この隕石の成分から分かるのでとか、こんなことを導入でやりながら、ちょっと出てきますけど、いろんなことを使いながら、そしてその結果として、例えば掃除曲線の現場なりで、モノビチという連続面のことを言ったり、それから地震波の到達ですね、そのシャドウゾーンの話とか、それからこう先ほど言いましたように、天文から始めている場合なんかは、隕石のこととか、そんなのも全部やった上で、今日は小木さんが出てはったような、実際はこんな総理構造が、大体分かってるんやよと持ってきたいわけです。ところが、先ほど言いましたように、もし僕も反対の立場ではきっとそうしてしまうと思います。こういうことが全部発展の方へ行ってしまうと、もう地球の、ね、中身がこうなってるんやよっていう話。そしてまたね、現場で僕書いてるんですけど、今スライドとかパワーとか使いやすいから、そういうね、さも地球を切ったような絵とかすぐ見せれるんですよね。そしたら丁寧に授業するというのは、結局そういうことをゆっくり教える、分かりやすく教えることになっちゃうんですね。
じゃあなんでそれが分かったかっていうことを教えなくて結果だけを教えるっていうのがものすごく短絡的かもしれないんですけど、あ、ついでに言っておきます、実はアイソスタシーも全部あの発展に移ってしまったんです。あれだってよく考えたらモホロビッチ連続面というのは随分深さが違うんやでっていう資料から、あの大陸近くとか海洋近くの話、そしてアイソスタシーについてもできるんですよね。まあ、もっともあの計算問題自体はどうかなっていう気がするんですけど、アイソスタシーについてものすごくあの考え方は地球表層のことについて僕は広げれるんじゃないかなといつも思ってます。例えばカントなんかも例になるんですよね。で、まあ、じゃあそういうものに対してどうしたらいいんかなっていうんですけど、できるだけさっきみたいに本当は発展で使えるところは使いたい、使ってほしいというふうに思います。で、今言ったことのまとめになるのでちょっとで、もう一つすみません、ベタなやつなんですけど、これは地学基礎だけではないんですけども、あの書き方悪いんですけどね、僕も30何年教師で、あの定年もなんと3年ちょいなんで、もちろん自分の振り方考えなあかんなと思うんですけど、30何年前にあの就職した時、今はあの3分の1ぐらいで進学する、3分の1ぐらいで就職する、3分の1ぐらいが専門学校行くよ、そういう高校に行ったんです。で、その当時ね、よくあったんです、あの高校入試で、星の二周の見え方でね、設定がもう傑作なんですね。なんか A 子さんが、ね、星の写真を撮ったと、だから4枚撮ったんですけど、それがどっちの方向かわからない、どれでしょうって言うんですね。そんなの生徒に言うんですけど、そんな分からんやつが星の写真なんか撮るわけないと設定がいいよなと言いながら、そういう入試をあの通り抜けた子に、あのこれがちょっとあの西東って入ってるんですけど、皆さんお分かりですよね。あのこういうのをよく前出て、それどっちの方がかって聞くんですよ。でね、こういうの一人的やったんでね、僕生徒らに聞いたんですよ。これ君らどんなにして勉強した、そうしたら、これあの決してあの女性の方でしょうか、ベシではないんですよ。あの平均的にね、当時に30年以上前ですけど、女の子はパターンとしてはね、北の空はこう、南の空はこうで覚えるそうなんです。で、ね、男子も結構いるんですけど、男子の一部が面白いの、先生これな、うち俺の部屋が北はこっちやねん、一緒に見てくださいなら、立ってな、北で張ってくればあれやと、東の空はこうやな、南やこうやなってね、示してくれるんですよ。でね、僕が実は自分が用意してたんですけど、当時入り出したあのいわゆる、ビニール傘、あれにこう置いてね、こうやったのか、生徒のほうから、ね、傘させて、そしてこんなにしたら西も分かんないという声で、僕、ほう、そんなことやれるんだなって、その頃らの面白いのは、そういう感覚を身につけたっていうのは、ね、これがもっと分かるんです。だから4つのパターンを覚えた子はできないんです。でちょうど僕が昭和48年の新家庭の記載なんです。でその頃からちょっとずつ電気材料のあれが減っていたんです。だけどまだ当時ちょっとあったんですよね、教室の方は。だからこれが結局今言った傘のつこたり、自分の部屋であの天体の仕事を考えることができるんですね。で、あの偉そうなんですけど、まあ、これずっとこれから同じことで今からずっと覚えましたね。あの要は知識もあれでって言うんですけど、僕は知識っていうのは絶対ベースしていると思います。だけど結局覚える、ただ単に暗記ばっかりしていくとテストでは手を取れるかもしれないんですけど、考え方っていうのは身につかない。でそれをやるのは先ほど言いましたように実習だとかいろんなことが必要になってくると思うんです。本来地学だけじゃなくて理科とか自然科学を学ぶ意義って何かなって、誰も言うたように知識を増やして、そのことも含めて視野を広げたり考える方を知ること、あるいは身につけることだと思うんです。でそういうことを考えていくと、今回地学基礎のあとは教科書に書いてるか書き方がいいですよ。やっぱり暗記資料、知識現状とかで僕はもっと考えることあるんです。さっきどなたかが言ったんですけど、塾ね、あの岡本先生もおっしゃってましたけど、塾行くことで高校生でも塾行きあるんですよね。そしたら結局覚えるばっかりなんですよね。だから僕もっとつまらなくて覚えるの大丈夫だと思うんですけど、なんか大きいすごい流れがあるんじゃないと、一部の子だけが考え方を見つけて、大半は暗記だけしてたらええねんと。なんでかというと暗記ばっかりやらせてるとね、よう言うこと
危機感量になっちゃうんですよね。決して覚えればいい、自分で考えるとかするとしない、そしたらこれってひょっとしたら未来にものすごい大きい動きが上がっちゃうから考えを感じてしまうぐらいで、ね、あ、なんかあのこんなに冗談言ってるんですけど、実は大阪元の知事さんで市長さんだった方が、あのなかなか教育が行くとか、そしたら低所得者に塾の料金を渡すなんてことを知事やろうとしたんですよ。あんなの見ててもなんかすごいこう教育を委ねられているような気がして僕はなられます。そういうことをずっと後で繰り返し言うだけなんですけども、あのまあ、じゃあだけど現場で何できるかなと言ったらちょっと繰り返しになるんですけど、整理がてら最後にお話しさせていただきたいと思います。あの今の教科書でもなくなった部分もあるんですけど、やっぱり発展としていろんな実験実習、それから場合によってはそれを演じて見せるという方法もあると思います。でそういうことができないか、ただあのこれについて一つだけちょっと付け加えたいんですけども、あの時間が足りなくなるんちゃうかという話があるんです。ちょっと飛ばしますね。ずっと古い話で教師になりたての頃なんです。あの仮説実験事業の研究会に行って、確か仙台の6月だったと思うんですけども、あの仮説実験事業はご存知の方あの多いと思うんですけども、あれめっちゃ時間かかるんですよね。で小学校であの真面目な若い先生がたまたまあのそれの親子である板倉清信さんが来てはったんですけども、その前に仮説実験事業はいいんやけど、これでは教科書が終わらないってことを言いはったんです。そしたら先生が得意の項目を仮説実験で授業で実践して、それ以外の項目は教科書通りでパッと終わりでいいじゃないですかっておっしゃったんですよ。で僕もああそういうものかなと思って、僕もあの授業決してあの早い方じゃないんですけど、まあ、ごめんなさい、これの前に僕その時思ったのは、例えば今回の地学基礎ですごくそういう発展に持っていかれたって言ったら全部の発展を取り上げることはできませんみたいな。だけどその先生がこの部分やったらこう説明するだけじゃなくて、よしここまで踏み込んで一遍考え方とか物の見方というのを教える、そういうのを作れたらいいと思います。ただしネックになるのはやっぱり地学の専門というか地学を良くしている方でないとそれが難しい。それからあのもし地学かけられないやったらというのは、僕も一つ科学史をもっと取り上げたらいいのになとずっと思ってます。あの残念ながら実験や実習やそういうデータの解析とかできなくても、あのその項目がどんな風にして分かってきたかという科学史を上手に取り上げることもあの授業の中にもできるんじゃないかな。あの生徒って結構人物の話が好きですから。で、ね、あの全然そんな大した勉強もしてない僕は言うのなんですけど、さっき言ったように知識としてはこれだけはあの分かってほしい、でもそういう考え方まで踏み込むことについてはこのうちのどれかで取り上げると、そんな形のなんか例えば実習なんかでもそういう選択を取れるとか、なんか表現の仕方、そして現場でできるだけそういう実験実習そういうことが取り上げるような環境を作られへんかなと思ってます。もうちょっと後はあるんですけども、あの例えば今日お話したあの練馬さんなんかが埼玉県ですごい良い実習所です、大阪も一生懸命頑張ってるんですけども、ああいう実習場なんかとか、それから大阪では演技実験とかできるそういう講習会とかあります。だそうなんで少しでもあの地学以外の方にもそういうのになってもらえで、まあ、こういう傾向になると結局はあの生徒っていうのは基本してないし教員もなっていくんちゃうかなというふうに僕は思ってます。それから考えすぎなければいいんですけど、はい、もう最後ちょっと時間があるんで最後にしますけど、あの大阪なんていうのは職場の環境変化もものすごく早いので、いわゆる、ね、校長先生もものすごく強くなられましたから、もう毎日のようにいろんなことばっかり言われてます。で、こういう中で、教科書までああいうふうになってしまうと、なかなか工夫したりというのも、時間割かれるのが残念やなというふうに思っているので、まああの、そういう研究会だとか、いろんなところで、それに対して抵抗していけたらいいなというふうに思います。で、おまけで書いたんですけど、ね、あの例えば、教材研究、今言ったそういうものの実践、それから地学に関する環境ですね、まあ、学校外のアプリで、そういう全般、まあ、昨日この会あの集会がそうだと思うんですけど、やっぱりこういうものをやっぱり大事にしていって、なんとか、まあね、少しでも高校の教育現場もそうなんですけど、小学校、中学校含めてあのいい方向にね、あの持っていけたらいいなということを思ってます。以上です。どうぞ。
難しいからという意味ではないんです。今自学基礎という科目の説明があったんですけど、その上に4回の自学で、自学の学習指導要領をやるというふうになっているものは自学基礎の中ではどうかけないというのが教科書を作る時のルールと。なので発展が出ているということはイコール4単位では絶対習いますよというサインと捉えられます、そこでですね、まあ、中村先生が教科書書かれてるんですけど、見るとですね、今日先生が紹介していただいた地震波、やはり地球科学をやってる人間としてこれは扱わないわけないだろうというところはですね、ほとんどの差が発展という形で地学基礎の教科書の中には出してます。5社中4社で4社はい、全員がありますほとんどそうなんです、どの分野とかね。で、それは、ですね、形式的には発展というマークがついているときには、習わなくてもいいということです。で、運用上現場の先生方は、扱っていないんでしょうか、それとも扱っちゃってる。例えばね、僕自体に地学をね、専門にしてる先生は全員聞くわけじゃないです。研究会の方々が聞いたらできるだけやっと、あれは時間の制約があるからっていうんですよね、うん、ただ今度は逆にね、その、地学の演技実験の講習がしまして、科学とか物理の方で今年地学基礎をしてる方に、その僕らが講習したんですけど、その方と、まあ、そういうのも数は取ってません。あと雑談で言うと、やっぱりもうほとんど発展は、そういうことですね。はい、だから近くのプロパーの先生がいらっしゃるとやはりそこまでちゃんと踏み込んでやるんですけど、それ以外の教科の先生が一緒に代行的にやった場合は、まあ、読み物としてはい、そう、わかりました。ありがとうございます。他にございませんでしょうか。今先生いろいろご指摘いただいた点もやはり、はい、あれですね、それ、はい、お弁当じゃあこうじゃなくて、そうなんです、一晩ゆっくりですね、内容ですね、はい、こっちのお部屋また、お部屋にお願いしたいと思います。大阪というですね、非常に向かっていただくと、困難なところでですね、はい、そちらへ移動していただく、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、皆さんすみません、伸びてしまって申し訳なかったんですが、一応これで午前の部を終了させていただきます、ね、で午後は、はい、ですね、今、連絡がありまして、お昼ですけども、弁当を注文された方、実はこの建物の、まあ、実は物理的には隣なんですけども、すでに弁当来てます。ただし大回りしないと回れませんので、お手洗いの方からずっとそこからは出られないそうです、はい、そう、一旦外に出てですね、それで階段の脇を通って手洗いがありますね、あそこをぐるっと回って、それでこちらに大回りで入っていただくと、お弁当が届いてます。それから、ですので、注文された方です。で、そうでない方も、まあ、もしあれですから、外でもし何かお買いになってたら。